この辺には使ってるんですよ。うん、白のものですね。で思ってたよりは被覆力があるので、少ない量でも結構カバーする感じですかね。シルバーホワイトは透明度が高いって言いますが、はい、でもあれはチタニウムホワイトに比較して言ってるんですかね。うんうん、実際書いた上でね、今の市販のシルバーホワイトとそうスタック法で作ったシルバーホワイトと一番違うのはその被覆力の点ですか。あ、被覆力、まあ、比較したわけじゃないですけども、うん、そこは、感じましたが、おそらく体質顔料が入ってるんでしょう。うん、一般のやつは、うん、ある程度っていうか、かなりそれなりに入ってると思います。私の場合は、体質顔料全く入れなかったんで、もしかしたらちょっと入れた方が使いやすいかもしれない。うん、ですから、やっぱり入れてるんでしょうね。いや、体質顔料の役割はそれなりにあって入れてるのかもしれませんね。被覆力が、鳥越さんは入れない方が、まあ、結構ハイライト強めの使いたいでしょうから、入れない状態が使いやすそうですよね。うん、まあ、でも一般的にその海外の掲示板とかのやり取りとか見ててもよく出てくるのは、今の煙白っていうのは被覆力が弱いと。で、昔の製法のやつの方が被覆力が高いんで、厳密にこれもだから比較してみないと、本当検証してみないと分かんないですけどね。印象としては、この作って水で洗ってる時にちょっとこぼれたりするじゃないですか、うん、それが乾いたりするともう真っ白なんですよ。うん、やっぱだから被覆力高いんでしょうね。高いんですよね。それと今の製法の煙白っていうのは、その粒が小さくて揃ってるという感じなので、粒の大きさとかそういうのも関係してるんじゃないですかね、その被覆力に。色味はどうですか。例えば市販のシルバーホワイトにもスタックをそれ作った方のがあったかいとか冷たいとか微妙なところだけど、はい、あったかいって言いますか、予想よりずっと白かった。白かった、うん。あったかいか冷たいかはなかなか単独では思わないですけど、でもあったかいような気もするんですが、でも白色度は高いっていう、うん。例えば煙白とジンコホワイト比べると、やっぱり煙白のあったかみがあるっていう感じで、はい、その比較は、うん、それはかなり明らかですよね、ジンコホワイトと。だけど、それ随分マイケル・ハイディングは白くないよね。そうですね、これ炭酸カルシウムを練ったような不思議な色だよね、感じになってますけど。鈍いです。これ白ってちょっと言えないぐらいちょっと鈍いよね。まあ作り方が、キッカーさんの煙白もすごく白かったじゃないですか。いや、だからちゃんと真面目に作ればこんぐらいの白色度の煙白作れるんですよ。でも練ったばっかりの時はもうちょっと緩かったんですが、うん、やっぱり樹脂とか入れてるとチューブの中での保存期間は短いでしょうね。うん、でも温かみはありそうな気がしますが、うん、冷たくない、うん、温かみのある感じがするよ。そうですね、まあ、光のせいかもしれないけれども、はい、うん、ただマスチックのせいかもしれないっていうのがありますね。でもこれはコピーとスタンドオイルの透明なやつなんで、やっぱり温かみはありそうですよね。で、トリンゴ君自体普通何使ってんの。白これ使ってんの。最近はこれ使ってます、うん、これで白さ大丈夫。まあそんなに白いあれじゃないで、この辺とかですか。はい、そうです。う、まあ、ただそれはその上にグラッシで酸化鉄が乗っかってるんでより鈍くなってますけど。これバフンゴで作ってるのかな。いや、だからバフン、あ、いや、これはどうかな、その出どころがどこかにですね。そのナチュラルペグメンツはバフン小屋で作ってますよ。そうなの。プレハブみたいな。それ白いの。いや、やってこない。だからまあ顔料の状態では結構白く見えるんですけど、ああ、それを使って練ったやつ、これ出してみましょうか。はやっぱりちょっとね、鈍い色なんですよ。鉛色が混じってるような感じで。そうね、やっぱ白さって意味ではあれだね。そんな真っ白じゃないね、うん、でしかもサクサクなんですよ。ああ、じゃあステレネ酸入ってるのかね。いや、それがそうじゃないとは言ってるみたいなんですが、
ちょっとサクサクサクがすごいね。いや、そうなんですよ。これはないね。普通やっぱり糸引くもんね。なので私はがっくり来たんですけど、これ、うん、せっかくスタックを使って、スタックの延泊なのに、スタックは延泊の味というか、使ってる意味が全然ないじゃないのっていう。普通の市販絵の具よりも、ちょっと使いづらそうな感じで、じゃりじゃり。まあ、これ、いじってると分かるんですけど、かなりとか。なんか自慢じゃないけど、これがいいような気がするんですけど。で、これは一応、臨死の練りでってことなの？これですか？うん。そうです、そうです。うん。いわゆるさ、臨死の黄ばみを抑えるんで、亜鉛変えるってことはしないの？亜鉛変えると少し黄ばみを抑えられるっていうじゃない？あ、自分で試したことはないです。うん。だから、その黄ばみが抑えられた事実？いや、分かんないです。うん、それは分かんないです。本当ですかね、それ。なんかそんなの読んだことある。だからメーカーは亜鉛化を少し混ぜるってシルバーホワイトに。白色度は増すんですかね。冷たさが加わるんで。だけど油そのものの黄変度を軽くするっていうことでしょ。まあ見えかもしれないよね。絵の具上の見えの黄ばみが少なくなる。実際油の黄ばみがなくなるってわけじゃないかもしれないんだけど。ってことはつまり白さが加わるってことかね。で、マツダスーパーは亜鉛化入ってるんですよ。延泊だけって、ラベル見ても PW1 しか書いてないんですけど。いや、なんかメーカーのやつでもみんな入ってるって聞いたけどね。みんな入ってるんですか？わずかでもちろん。どの程度の分量かは置いといて。あ、それはわかんないですね。マツダの白さは異常ですけどね。そのせいか。リーベ書いていきましょう。はい、リーベ書いて、これはナチュラルピグメンツで売ってた、かつて売ってたやつらしいです。あ、もう今ないんですか？今は売ってないんじゃないですかね。石綿、なんですけども、アスベストですね、非常に細かい繊維になってて、で、耐久性などの利点から壁とかに使われたけれども、発がん、肺に入ると発がん性があるという。で、今は使えない。取引もダメなんじゃないですかね。で、石綿には、私詳しくないんですけどもね、石綿には、いろんな色あって、白いやつは、まあ、いろいろ活用されたんでしょうけども、まあ、色ついてるやつも使ってたみたいで、で、褐色とか青いやつとかの石綿があるらしいですね。その青いのを砕いたと思うんですが、青いですよね。なんか青みの灰色っぽい。そうですね。青磁の器とかに青みを描くときにいいらしいんですけど。これが、青い石綿は白い石綿の数百倍発がん性が高い。あ、そうなんですか。で、練ったやつ。ね、普通のマスクして練ったらしいんですけど。危ないですよね。まあ、練りたくない。ちょっと混ぜてみますか、シルバーホワイト。色味としてはどうなのかな。これ使ったら、公害認定とか何ですかね、映画。いや、それ言ってたらもう。なるほどね。結構ジャリジャリしてます。いやでも微妙ですね。微妙な青ですね。青というよりも青みが差す灰色っぽい。まあいい色だと思います。これはどこに使ったんですかね。さあ、でも昔の絵の具ではないですよね。あ、でも歴史はむちゃくちゃ古いんですよね。歴史はむちゃくちゃ古いんですか。そう、もう紀元前4000年頃には使われていたと。で、石綿として鉱物として発見されたっていうのは19世紀に入ってからじゃあだけど、使われている痕跡はもうずっと昔から古代から使われていた。